マイク・シャンクは、オハイオ州コロンバス出身のアメリカのレーシングチームオーナーであり、元レーシングドライバー。彼は、引退前、1996年から97年のインディレーシングリーグシーズン、1997年のラスベガス500系で、ラスベガスモータースピードウェイで1レースを走っている。マイケル・シャンクレーシング2011ロレックススポーツカー。 マイケルシャンクレーシング2016リジェ JSP にカーマイクシャンクレーシングオーナーとして1999年のフォーミュラーアトランティックシリーズのルーキー・オブ・ザ・イヤーのタイトルを獲得したときサム・ホーニッシュ・ジュニア社のオーナーであった2006年ジャスティン・ウィルソン、アージ・アルメンディンガー、オズワルド・ネグリ、マーティン・パターソン組の運転する彼のチーム車は デートな24時間レースで総合2位で完走。シャンクはフォーミュラアトランティックチームオーナーオブザイヤーに2度選ばれた。チームは2012年に購入ダラーラインディカーの中でフルタイムインディカープログラムを追加することを目標に2012年にその継続しながらグランドアームのプログラムを準備した。インディカールプログラムの当初の意図はアージ・アルメティンガーとブライアン・ベイリーと共に 共同所有者として、メスリンディという名前で実行することを計画していた。2012年のプログラムは、ロータスエンジンとフィールド J ハワードを2012年、インディアナポリス500に使用することを目的としていたが、ジムビームからの完全な講演を受けていたにもかかわらず、競争力のあるエンジンリースを確保できなかったために使用できなかった。マイクシャンクレーシングは、2013年2月に、 カラーラシャー氏をシャムシュミットモータースポーツに売却したことを発表。2013年のインディアナポリス500で他のチームと協力する意向を表明しした。2017年のインディアナポリス500ではチームはアンドレッティオートスポーツと提携してジャック・ハーベイが主導するエントリーを行った。2018年のインディカーシリーズではシュミット・ピーターソンモータースポーツとのパートナーシップにより チームは2018年のインディアナポリス500を含む6つのイベントでジャック・ハーベイのサポートとして参加した。ありがとうございます。